イ南部の県ナコンシートマラートにやってきました。個性豊かなタイ南部料理にたくさん出会った旅、今回はおすすめのお店3店舗を紹介します。それではマユケンタイランドスタート。サーディーカー、マユケンタイランドのマユカです。今日はナコンシートマラート県にやってきました。先日視聴者さんにこちらのナコンシータマラートのおすすめなお店とか場所とかを YouTube の投稿機能で質問したところ、たくさんのコメントをいただきました。ありがとうございます。今日はそんな中でおすすめいただいたお店を何店舗か回ろうと思っています。そして1店舗目がこちら、コーピーさんです。こちらのお店ではバクテーとあとカオニオが美味しい、あとそれ以外にもパートンコとか美味しいのがたくさんあるそうなので、早速中に入ってみたいと思います。それではレッツゴー。店に入りました。注文したのがこちらのバクテ、美味しそう、野菜とかも入ってると。こちらベンジャロンスティッキーライス、カオニャオ、カオニャオと、あとはパナマジープ頼みました。あと飲み物見て、めっちゃ安くない？25バーツのコーヒーと、とアイスティー、アイスティー、ここが早速来ました。見て見て見て、ほら、おお、カオニャオ5種類ね、色違う、すごいな、なんか上に乗ってる。来たやつから食べていこうか。一瞬で全部来たな。早かった。早かった。食べていこう。食べよう食べよう。でもさ、食べる前にさ、さっきこのコーヒー見て、スプーンついてきてさ、めっちゃ色濃くない？さっき一口飲んでいい？え、すごい。豆って感じじゃなくって、ココアっぽいさ、クリーミーな感じのコーヒー、え、めっちゃ美味しい。ちょっと食べていこう。まず一番人気の、一番人気のバクテーですね。おお、野菜たっぷりやね。野菜いっぱい入ってるの嬉しい。で、お肉が、おー、すごいね、見て、骨付きやん、骨付き、ヌー頼んだ、もう、いいね、柔らかそう、なんか3つ入ってる、じゃあ1個洗います、じゃあ食べていこう。まずは野菜から、白菜、おいしい、ね、野菜噛む前から分かる、めっちゃ美味しい。ちょっとなんか奥に辛さがあんねんけど、なんだろう、野菜のうまみとお肉のうまみがマッチしてる感じ。おいしい。多分ね、君が食べたら1分で食べ終わるレベルに美味しい、ほんまに美味しい。ちょっとお肉いくで、骨からお肉がめっちゃ簡単に剥がれる。見てこの柔らかさ、やばくない？はい、いただきます。お肉は、味が
閉じ込められてる感じ。お肉に出汁を取ってなんかお肉の味が薄くなってるんじゃなくて、お肉の今旨味を中に包んでる感じ。染み込んでる味。うん、めっちゃ美味しい、やばい。うん、うまい。続きまして、こちらのカオニアを食べていきますね。豪華ね。なんか俺らのさ、カオニアって聞いたイメージさ、カオニアマンマンしかなくない？あー、そっちね。こっち思い出したわ。そっちもあるか。こっちもしかバナナの春包んだ。あ、そっか、カオニア。こんなさ、なんかおしゃれにさ、アルミホイルの中に全部味違うよな。うん、白、黄色、黒、緑、青。どれからいく？無難な方からいく？それとも無難な方からいくで、じゃあまずはノーマルに。ノーマルに何か黄色いやつ。わからない。かぼちゃ。かぼちゃっぽくない。飲んでみるね。うん、こういうままだと一緒かも。うん、濃くなってない味がする。上のオレンジのやつなの。うーん、ケーキっぽい。うん、かぼちゃプリンかな。多分プリンっぽい感じの柔らかい。じゃあ次、黄色いこう。次いきます。黄色にとびっこ、違うな、なんか分からへんけど乗ってる。食べよう。うん、ご飯、あの、あれあれ、カマムブアンのやつ。今回はパクチーがあんまり効いてなくて美味しい。うん、食べやすい。じゃあどんどんいきます。次がカオニオダムやな、これ。黒、カオニオダムになんか乗ってる。食べよう。うん、めっちゃ美味しい。今ね、味が分からへん。甘い辛い。上に乗ってんのは甘い。カオニャオ自体は甘くない。カオニャオ自体は甘くない。うん。黒カオニャオめっちゃ好きなんよね。うん。だから好き。じゃあ次行こっか。緑。緑ですね。これ上に乗ってるの白と一緒やん。うん、一緒。でも色が綺麗。うん。白はココナッツの味がしたけど、こっちはね、ココナッツの味しない。でも何の味かわからん。何の味かわからん、2連続やる。いや、でも待って、1個言えるのが、この上に乗ってるやつは多分かぼちゃプリン。あ、本当。うん、じゃあ最後いきます。わー、かわいい。見て、色綺麗やで。青ってすごいな。ねえ、何やろね。あ、おいしい。上に乗ってるやつが魚を干してるやつかなみたいな味やねんけど、食感がパリパリやねん。なんかご飯の味ってより上に乗ってるやつの味が結構しっかりしてる。うん、あ、美味しい。5個違う種類が楽しめるっていいよ。うん、結構楽しい。これ60バーツやったっけ。うん、安い。安くて美味しいし、おしゃれやし、最高やと思うね。あら、続きまして、カナムジポンポン食べていきます。あー、うまそうね。なんかさ、もう中身漏れてるで。もうこぼれちゃってる。3つしかないから2人でね。じゃあもう一口でいっちゃうね。うーん、柔らかい。エビが丸まま入ってる感じ。うん、めっちゃ美味しい。あれ、あちょ、2個食ったやろ。おい、うますぎた。
はい、2店舗目にやってきたのがこちらのクロアナイナンさんです。こちらのお店ではタイの南部料理、本格的な南部料理が食べれるということです。とても有名なバイリアンパッタイなど食べれるということなので、早速入って食べてみたいと思います。それではレッツゴー。こちらのお店で食べれる料理がこちら。まずバイリアンパッタイ。バイリアンっていう葉っぱを卵と炒めた料理です。タイの南部料理って辛い料理が多いんですけど、こちらは辛さがなくって、お年寄りからお子様までみんな食べれるそうです。で、続きましてこちらがパッサトウガピクン。この豆やんな。砂糖豆とクン、エビをエビ味噌で炒めた料理です。どっちも美味しそう。タイ南部料理の有名な2つ。うん、どっちも初めて食べるから楽しみ。じゃあ食べていこうか。食べていこうか。ではまずはこちらから。じゃん、すごい、なんか葉っぱが薄っぺらいよね、うん、なんかなかなか見ん葉っぱやな。うん、どんな葉っぱなんやろ。パッカイやから卵と炒めてるんだ。そうそうそう。あ、でもニンニクも入ってる。では食べていこう。葉っぱと卵だけ、葉っぱと卵で炒めてるだけなんやけど、なんか南部の有名な料理になるってさ、美味しいはず。ということで食べていきます。うん、うまい。あ、めっちゃ美味しい。ご飯と合うやつ。うん、醤油が効いてる。タイのサンナージ。うん、うまい。これはね、うん、みんな大好きって感じ。なんかね、シャキシャキしてるわけでもなくって、人参みたいなサクサクしてるわけでもないねんけど、うん、食べやすい。うん、味がね、しっかり絡まってる。それが多分美味しいんやと思う。うん、はい、はい、続きましてこちら食べていきますね。スプーン。この豆が、そうそうそう、砂糖豆と、うん、エビをエビの味噌で炒めてる。野菜がいっぱい入ってるから健康になりそう。そうやな。なんでちょっと笑ってんの。だってさっきのも野菜しかないやん。うん、そう、野菜に野菜食べてるから。じゃあまずは豆と野菜で食べようかな。うん、ちょっと酸っぱい。噂によるとさ、うん、その豆苦いらしいけどさ、苦くない？酸っぱい。豆は苦くない。ほんと。このね、味付けしてるやつあるやん。でも味噌っていうの？エビを発酵させたやつ？なんか、ナンプラーみたいな臭さがあんねんけど、それ以上に唐辛子の辛さが結構効いてて、タイ特有の辛酸っぱい感じ。辛口酸っぱくってちょっと独特な匂いがする。うんうんうん、全然食べれる。おいしい。お米頼んでないのに出してくれたけど、あって正解やな。うん、米と合う。じゃあエビ。
あエビと合う、うん、エビの味噌やもんねエビの味噌とエビは最高にマッチしてる、うん、美味しい。あらいねえ見てこれやで、これこれ何え、これやでポメロ。あ、そうなんや。これさ、南部でしか食べられへん赤いポメロ。美味しそうやな。頼むか。うん、バンコクやったらさ、黄色いポメロしか見えへんやん。あの、たまに赤いのあるかな。この南部でこの赤いやつが取れるらしい。じゃあこれにしよう。来たで。一瞬できたな。じゃーん、めっちゃ美味しそう。120バーツってそのまま書いてるわ。うん、ピンクグレープフルーツみたい。え、めっちゃ美味しそうじゃない。いいね。なんかさ、こういうさ、レストランみたいなさ、お店でさ、こうやってさ、なんか市場で買えるさ、フルーツ食べるの変な感じせえへん。確かにな。おー、輝いてるわ。ねえ、めっちゃみずみずしい。食べよう。じゃあ食べていこっか。え、すごい、めっちゃ刺した感じすごい。嘘。うん、なんかプチプチプチって感じ。なんかちょっと黄色い。うん、落ちる。あんまり酸っぱくない。嘘。甘くもない。甘さがちょっとだけある感じ。おいしい。マジでおいしい。ほんまにみずみずしい。なんかジュース、ジュース、ほんまにジュースを食べてるみたいな感じ。ジュースを食べてるそう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 。よかったな、食べたいって言ってたやつあって。うん、うん、あらい。はい、続いて紹介するお店がこちら、カノムジン名屋千歩南元クーマさんです。こちらのお店では青いカニの味噌かな、スープかな、カレーとカノムジンが食べれるみたいなので、早速入ってみたいと思います。それではレッツゴー。はい、まず料理が来ました。じゃじゃん、2個頼んだんですけど、1個目がこちらカノムジーンの麺とコーマーかな、カニ入りのスープ、カニ入りのカレーかな。カノムジーンにそれをかけて食べるってことやんな。多分多分グリーンカレーペーストなんかな、にカニが入ってるんかな。でこれが美味しいらしい。あそこにカニおるもんな。ほんまや、青いで。これが来たで。で、このこれが来てて、ちょっと食べ方が分からへんから、店員さんに聞いてみよう。理解できるかは分からへんけど、ちょっととりあえずチャレンジしてみる。ポトンカン。ポトンカン。ポトンカン。銀ヤンガイリーカン。おー。だ、ラコーサイパン。サイパン。あ、ニーチャイ。ラープニー。でも、サイパン。あ、オッケー、コプンカー、やって、これをかけるってことか。うん、あのまずこれを取って上にかけて、これを野菜を、お好みのやつを、うん、一緒に食べる、入れると。じゃあ食べていこうか。食べよう。まずは麺を取ります。はい。あ、ポロポロしてる。頼むジンカノムジン、そう。どれで？これに。あー、すごい。これをかける。美味しそう。これをかけますと。で、野菜を入れる。きゅうりかな。それはそれだけでなんか食べれそうな感じやけどな。一緒に食べてみようか。食べてみよう。これで食べてみようか、一回。うん。
全部一緒に食べんねやんな、うん、あ、美味しい。うん、結構きゅうり酸っぱがない。あー、カニの風味が効いてる。ほんま、うん、美味しい。すごいね、うん、あのね、グリーンカレーかな、やっぱり、うんうんうん、見た目通りグリーンカレーにカニの味噌がいっぱい詰まってる感じ。それね、このキュウリめっちゃ好きかも。ほんま、うん、次そのさ、キュウリ食べずにその麺とカレーだけで食べてみる。麺とカレーだけね、うん、それだけやったらどんな味がする？うん、今食べたところがカニの身がいっぱい入ってるところで、カニがねホロホロってきて、麺がそうめんみたいな感じ、ホロホロって感じで食べれるから、結構ね一瞬で食べれちゃうかも。美味しい。違うやつもかけていい？うん、あのさ、野菜好きにはさ、野菜だけで食べれちゃうレベルかもしれんね。なんかそれ、それソムタムのパパイヤね。せっかくなんでいっぱいいろんな野菜を食べたいから、うんうん、これもちょっと食べてみるね。豆っぽい、豆みたいね、もやしっぽい。でこれパッカ丼、パッカ丼っぽいね。と、もやしかな、と、もやしかな。もやしだと、きゅうりは生っぽいよね、うん、じゃあちょっとずつ混ぜ合わせながら、揚げ物もさ、おすすめされてさ、うんうん、揚げ物も頼んだからさ、揚げ物と野菜っていう最強の組み合わせもできそうじゃない？うん、うん、食感がソムタム、ほんま味が、ま、混ざってるそれぞれの味が混ざってるなんかね、トムタムもちょっとお酢っぽい味がしてて、さっきのキュウリより歯ごたえがやっぱサクサクしてる。それにハノムジーンの味と混ざってるから、お互いの味がする感じ。じゃあ続きまして、なんかもやしの種みたいなやつと一緒に食べます。うん、めっちゃマッチしてる。パッタイと一緒にピーナッツ食べるあの感じ、うん、麺と一緒に豆が食べれるみたいな感じ。じゃあ最後に、せっかくなんでパカ丼ともいっちゃいます。多分やねんけど、このカレー自体は結構辛いと思うけど、このあっさりした野菜と食べると辛さが収まるかもしれへん。おいしい。甘い。続きまして、こちらのエビの揚げ物と、あと葉っぱの揚げ物かな。この葉っぱは定番の南部料理のやつじゃん。この、うん、じゃあ食べていこう、うん、カレー美味しすぎてさ、ずっと食べちゃったよね。まずはエビから。エビちゃんから。あ、めっちゃ美味しい。うん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 、エビの風味広がる。うまっ。いや、美味しいね。葉っぱの方は？葉っぱの方も絶対美味しい。あのね、衣がね、がっつりついてる感じじゃないねん。軽くところどころについてる感じ。あ、美味しい。やばい、いくらでも食べれるやつ。めっちゃ美味しい。はい、というわけで今回はナコンシータマラートの市内で視聴者さんに教えていただいた3つのレストランに行ってきました。教えていただいた視聴者さん、ありがとうございます。どこも良かった ね、美味しかったし、いろんな南部の食べ物とかご当地の料理が食べれたり良かったです。次は来月に
ウボンナチャタニーかな、ウボン県に行こうと思ってますので、ぜひおすすめのお店、観光地など教えてください。コメント待ってます。待ってます。というわけで、私たちのチャンネルではタイのいろんな場所に旅行に行ったり、タイの美味しい食べ物を紹介してますので、ぜひチャンネル登録とグッドボタンとお願いします。 SNS での拡散も何卒お願いします。お願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。ありがとうございます。この動画がいいと思ったらチャンネル登録とグッドボタンお願いします。また動画の感想をコメントで教えてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。